うちの副代表の丸山穂高がツイッターで発信してるだけだと思うんですよ。このまま日本の領土だと言い続けるんであれば戦争で取り返すしかないんじゃないですかっていう疑問文で発信してるわけですよね。何も戦争して取り返すべきだとか、戦争をするべきだとか、そういうこと言ってるわけじゃないんですよ。やっぱり、例えばこれ、わかりやすく言うと所有権と占有権ですから、例えばマンションのオーナーが、誰かに家を貸しましたと。で、その家の人が家賃を払ってくれないから、出て行ってくれと言っても出て行かないとなれば、これは裁判所に、明け渡し、建物明け渡し訴訟を起こして、その人がそれでも出て行かない場合は、裁判所の、執行官を連れてですね、強制的にその人たちがこう柱にしがみついていても、強制的に排除するということなわけですよね。だから、どうしても日本のもんなんだ、日本に返せっていうのであれば、やっぱり軍隊がいて、そこの軍隊をですね、排除しなきゃいけないということになるから、それでいいんですかっていう問題提起をしてるだけだと僕は思うんですよ。